それではいよいよ最後の問題になりましたよ。これで優勝が決まりますよ。最後の問題よく見といてください。こちら第7問目、2018年大府市の文化財に指定。昨年の話ということはみんなも聞いたことあると思いますよ。最後の問題はこんな問題です。七社神社に伝わる伝統の春祭り、みんなは見たことあるかの。半月七社神社おまんと祭りは毎年4月の第1日曜日に行われるんじゃ。豊作や家内安全を祈り、若者たちが走っている馬に飛びつくんじゃ。去年の2月には大府市の無形民俗文化財に指定されたんじゃよ。ここで問題。この馬を取り囲んでいる柵は毎年新しい木で作っている。丸か×か。では分かれてください。さあ、まああまりたくさんの木は使われてないみたいですけどね、うん、はい、あの周りの柵は毎年こういう風な木で作られています。正解は×。しまってある丸太を組み立てているんじゃ。昔は地域住民が分けて保管していたんじゃと。まさに地域のお祭りじゃの。正解は×が正解。